敵やってきよ。かぐやの変化が。那覇のインターネット放送局と申します。はい、こんばんは。こんばんは、月空間無限工房の青木と申します。青木さん、今日はお疲れ様です。ありがとうございます。今日、昨日と、まあ、2日間、はい、ほとんど雨が降らなかったんじゃないかと思います。そうですね、おかげさまで晴天に恵まれて ありがたかったです。なるほど。今日の一番見どころというとどこら辺になるんでしょうか。見どころはやはりお父さんとお母さん、お父さんを殺されたタケルが荒ぶる命を宿してしまって、はい、その命をどうしたら、まあ、正常に清らかにしていけるかというこの過程を、もうなかなか人間はそれができないで苦しむ人間がそこにいて、でもだからこそ平和のためにそういう人間を作っちゃいけない、だから戦争はいけない、はい、な平和を目指すっていうことをこう感じてもらえたらよかったかなと。まさになんかタイムリーな話題かなと思って。そうですね、まあいつも思ってるんですけど。そうですか。はい、まあ、時代時代をこう、お芝居でご表現していたと思いますけど、はい、今後どんなお芝居をこう作っていこうと思っているんでしょうか。いろいろにいろんなことやりたいので、はい、例えばちょっと古いお芝居をリニューアルして現代の若者に昔の良さを知ってもらったりとか、やっぱり歴史から学んでもらったりとか、生きるっていうこと、生きていく力強さを養うための何かをやっていきたいです。なるほど。はい、まあ、今日は素人さんのこう参加っていうのも、まあ、伝統的なところだと思うんですけども、はい、そういった人たちもこう巻き込んでやっていく。そうですね。はい、団体ということなんでしょうか。はい、そうですね。これからもそのようにして演劇を広め、そして生活に役立つ演劇、うん、社会に役立つ演劇を作っていきたいと思います。なるほど。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。